についてる番組とかありますよね。いろんな職業、いや、いろんな職業について説明する、いろんなね、職業に密着とかする番組とかありますよね。潜入みたいな、リアルスコアとかね。あれ、いいんですよね。あれ、あれ、俺も好きで、あれよく見る。この間、あれ見ました、ちょうど。バスの運転手さん、いいね、路線バスの、あれ面白かったやつ。それね、うん、それね、これはすごくね、良かったね。それだよ、だから見たの、見た、あ、見た、すごくね、面白かった。意外と、ね、本当に見てる。見てるよ。あの、意外と結構知られる。なんでフリーズするの。見てるんですよ。見てんだよ、ね、見てます。嘘じゃない、嘘じゃない、嘘はつきません。マームじゃない、はい。まあね、嘘はつかないんですけども、いやいや、意味はないんですよ。はい、意味はないですけどね。あの、意外と乗るけど、普段、はい、知らないこといっぱいやってて、そうなんです、面白かったですよ。すごくね、面白い番組でしてね、例えばね、バスの運転手さんのいろいろ知らないと思うんですけど、まず、バスの運転手さんって、まず、あの、あれなんですね。まず、見てますよ。バーム、見てるんですけどね。スコブル落ちる、はい、いざと落ちるに決まってる。バスの運転手さんって、あの、自宅からバスに乗ってきてると思うじゃないですか。思ってない。違うんですよ。ちゃんと営業所に行ってバスの運転手さんは、あの、来てるんですよ。それはみんな知ってる。普通に知ってる。あの、自分の、電車で、電車で電車、まあ、自分の自宅から来て、あの、で、両国亭、両国亭じゃない、営業所に行ってやる。ってやるんですけど。営業所はね、ここまでやらない、バスで来ちゃったら、ね、本末転倒ですからね。うん、面白くもなんともいいですよ。そのとんちでもないし、次のバスで行ったって。そうなんですよ。営業所行って、じゃあ実際何やってんのかみたいなことをみんなに言ってあげる方がいいじゃん。そうね、そうね、じゃないよ、ね、そう。だからなんか絶対やるんですよ、一発目決まってる、うん、アルコールチェックとか。あ、そうそういうのをやってる。こうやってアルコールチェックってのは、ふーってこう 0% 0% じゃなきゃいけないんですよ。お酒を行ってきたいと思うんじゃいけないです。行ってきたいと思ってたら、やっぱりね、あの、いろんな体になっちゃうんですよ。人間のね、体を持ってるわけですよ。いろんな人間の体を預かってますから。体を預かってるわけですから。あ、そう、お客さんの話ね。命を預かってるわけですから。それは当然ですよ。そんなことはできないんです、だからね。飲んじゃダメです。まあでも特別なのは正月ぐらいですかね。ないんだよ、うん、特別なの。バカバクじゃねえんだから。バカバクは、昔のバカバクの正月公演じゃねえんだから。今日は飲んでもいいよ。そうねってなんだ。あとはね、あとは、あの、バスの運転手すごいのはね、なんだっけ。いや、だから俺が見たのは、お前も見てる。俺も見ましたね、うん、自分の財布すら車内に持ってた。そうね、自分の財布を、財布を持ってちゃいけないんだよ。あのですね、やっぱ自分の財布は、あの、うん、ここ、ケツに入れちゃうじゃないですか、うん、入れちゃうところ、ケツが浮いちゃって気持ち悪いんですよ。そんな理由じゃない。だからそんな理由じゃない。違うね、違う、だから運賃があるから、うん、絶対こっちはしちゃいけないからって。営業所の中でも財布出したりしないようにしてる。だから特別にカードで自販機とかやってる。そういうのを教えてあげろって。そうね、そうねってなんだよ。そういうやつなんですよ。ムカつくんだよ。まあね、バスの運転手さんすごいんでね、次はもう乗り込みましょう。乗り込んでね、そう、運転してる時、運転してる時やっぱりすごいのはメカ、こうメカあるじゃないですか。メカマシーンがいっぱいあるんですよ。メカマシーンって何。いや、メカマシーンいっぱいあるんですよ。あれを平面な顔をしてながら右折みたいな、そう、できる。あの、アナウンサーがいっぱいある。ファイヤーベーカリー、これはなかなかできないじゃないですか。皆さんもできないですよね。メカボタンね、車内にいっぱい打った時、何十個もボタンがついて、それを全部、あの、ね、見ないでも操作できる。そう、そういうのがすごい。そうそう、例えばボタンが4つぐらいあるとしよう。あ、まあ、じゃあ俺やって。いや、4つぐらいあるとしよう。これを押すと、発車いたします、お捕まりくださいませ。あ、まず、ここを押すと、次はどこそこどこそこって言うんですよ。ここを押すと、次はな、あ、広告とかがあるんですね。この要は、このバス停の近所のお店とかの、うん、広告が流れるんですね。そうですね。で、これは人差し指ですね。関係ないね。頑張ってやるんですけどね。これボタンでやっぱ、ね、これが何だったか言えよ。これは、次止まりますっていう。みんなが安心するように、次止まりますっていう。危ない。急に止まったら危ないですから、ね。あ、まあ、そう。うん、まあ、簡単にこれぐらいで。じゃあ、ちょっと一回運転してます。はい、やってみましょうか。ブーンじゃない。ブーンじゃないよ。なんで俺こうやってんだよ。あ、そう。発車しますって言ったらやってよ。俺なんで、まあまあ、ちゃんと聞こうんで、こうやってんだよ。いやだろ。いいね。いいね、じゃない。いいね、じゃない。違う、じゃあやってね、あんたやってんだよ。ブーンじゃねえ。じゃあ、アナウンス、俺が言うから、発車いたします、お捕まりください。次は神社前でございます。親切丁寧、納得の仕上がり、オートバンキット送へはこちらが便利です。次、止まります。
こうですよ、皆さん。これがバス。バス素晴らしいでしょ、やっぱね。素晴らしい、うん。私も運転させてください。運転しますか。せっかくですから。うん、じゃあ、次、止まります。あ、逆になるんだよ。はい。発車いたします。お捕まりくださいませ。次は、神社前、神社前でございます。花や花は、辛いカカカカカカ。終わります。どうもありがとうございました。